にちは、マダムサライです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて今回は築150年の我が家のスペック、主にインフラを中心にお伝えしたいと思います。東京のマンションで暮らしてきた私たちですが、たとえ古民家であっても快適に暮らしたい、そう思って私たちはこうしました。ではご覧ください。いかがでしたか？我が家のインフラ。インフラは重要ですよね。少しは参考になりましたか？参考になると嬉しいんですけど。では、もしよかったらチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。